表彰台でメダルを噛むソフラブ・モラディオリンピックメダルは、近代オリンピックにおいて、各競技の3位までに贈呈される、首からかけるためのリボンがついたメダル。ただし、近代オリンピック最初の1896年、アテネオリンピックの優勝メダルは銀製であり、金、銀、銅のメダルを、順位ごとに授与するようになったのは1900年、パリオリンピックからである。 国際オリンピック委員会によって大きさ、厚さ、重さなどの範囲が規定されている。メダルセレモニーやビクトリーセレモニーなどと呼ばれる。当期五輪ではオリンピックメダルプラザにて原則メダル授与するように定めている。それより前に各競技会場にてベニューセレモニーやフラワーセレモニーなどと呼ばれる1から3位選手へオリンピックマスコット人形などのみを受け渡す式典を することもある。IOC 関係者によると、この分離方式は、1988年のカルガリー五輪からの正式導入だという。夏季五輪に比べて、実施競技数が少なめで集約しやすい長所、逆に、屋外競技では悪天候の場合もあり得る短所が、理由とされる。大会後のメダル剥奪による繰り上げに関しては、IOC から、当該選手に、 予備メダルが贈られた例もある。恋でないメダル破損に関して IOC が新品交換した例もある。デザインについては組織委員会自身が行うプロのデザイナーを対象としたコンペティション実施などがある。夏季オリンピックでは表面には入系を描いたデザインが多く、アムステルダムで行われた1928年大会以降は表面に入系を描くデザインが伝統になっている。 ありがとうございます。